これでどうだこれでどうだこれ,これでどうだこれでどうだ聞こえました。来た入りました。すいませんあ。入りました。音出た。はい、じゃあちょっと改めて。改めて。めてすいません。ええー、全国の。はい。 えー、全国のお母さんありがとう。産んでくれてありがとう。でございます。はい、<laughs> すいません。はい、お名前です、えー。ということで、じゃちょっと仕切り直して。で、あのー、ミッドウィ、ねあのークね、ゴールデンウィークもありましたので。いつか。<laughs> 12節はね、一応ね振り、振り返ってるんですよ、実は、サブちゃんで。僕見ましたよ。あ、本当ですか。はい、見ましたよ。帰ってきて。琉球対京都めちゃめちゃ面白いですね、はい。帰ってきて、帰ってきて、あぶつぶやいてるとか、やってるなと思って、<laughs> はい。メールしちゃいました。めちゃめちゃ面白かったですね。お疲れ様でした。はい。なんかこう、<で>なんですか、なんか内容があるスコアレスドローですよ。見どころ多かったですね。はい。はい ススコアレスでしたか随所に出てたかなと思いますね。うん、で、奈良さん解説、はい、でしたけど、はい、大宮新潟面白かったですねもうなんですかね、あのね、あの試合で勝てなかった、だから 2−1 までは、うん、本当に大宮がよかった、特に後半は、はい、いい守備で。はい でそこから433にシステム変えてそこからもうあれですねシオンさん劇場がシオンさん劇場でしたねはいそこでスタートしてはい、はい、僕もすみません普通のおじさんと貸してました <laughs> あ<の>ちょっとだけはい、はいはい、貸してしまいましたいやまあそれぐらいの試合でした、ね、そのぐらい僕い僕ら初めてじゃないですか生氷みたいな ああ本当でですすかそうなんよだから僕もあの時「オンさん」って言いたかったんですけどさすがにそれはさすがにそこは言えなかったですねはいはいはいという順説があってまあ連戦だった3連戦3連戦あって一週休んで3連戦だったんで結構今節とかはちょっと体重そうなチームもねちょっとありましてまあ仕方ないですけどねこれ暑さもあったじゃないですか 暑かったっすね、はい、だそういう中で連戦が続いててね、うん、移動もあり確かにやっぱりこう体はね嘘つかないですから、はい、まあそういうところで何ができるのかっていうところがねひ、うん、とつやっぱ J2 を制するというか、うんうん、この厳しい戦いをねやっぱ制することができると思いますけどね。 ということで、はいえー、第十三節ですね。はい、はい、振、はい、り返っていきます。あで、はい、なんか多分これ最初声聞こえてなかったのでもう一回言いますけど、あのー、サムネイルちょっとあのー、すみませんあざふ,ふ,ふざけたんですけど <laughs> ふざけたふざけてなふざけてのは水平選手なんですけど <laughs> はい <laughs>、はい、あのー、まあこう奮ねあの昨日あのツイートもしてくれまして、はい、あのー 素敵なサブであるやつをりますというツイートもしてくださっで来ていただいているバァンフォーレさん方いらっしゃるかと思うんですけど、全部バァンフォーレとかではないということだけ先に言っておきますね。我々、全部見るっていう主義でやっているので、そこだけ、もし初見の方いたらと思ったんで、一応、満遍なくね、バランスよく偏らないという、そうですね、良さでやっております。ということで、じゃあ、表彰からいきましょうか。はい 週表じゃあ、えー、じゃあ、菜那さんから。はい、ここから、はい。こちら、じゃん。はい。こんな感じですね。はい。まあ、ベストチームからは、まあ、FMFC、琉球とホームで、まあ、ドローではあったんですけど、なんか、本当攻守両面で、まあ、躍動したゲームだったと思うんですよ。はい、こうやっぱり まあ勝利できなくとも、本当、力づくで、勝ちてもほんとしっかりもぎ取りましたし、うん、やっぱこれからの戦いに本当、可能性を感じさせてくれたなっていう、うん、なんかこう、ゲーム通して、やっぱこう攻めの姿勢っていうのを、なんか見事貫いてくれたなっていう、そうですね。そういう,こうゲームでしたけどね。 うん、まあ愛媛、琉球、土曜日がこれ一試合だったんで、はい、結構ミターねサポーターの方も、はい、J リーグ全体でね、土曜日結構試合数少なかったんで、うんはい、見てた人も多いと思いますけど、<う>面白かったですね。いや、本当だからね、三菱監督になって、はい、やっぱりこう、まあ、立て直しにも、本当、成功していると思うんですよね。はい、まあ勝ち点はね、こう少しずつではあると思うんですけど、本当、自信は掴んでると思うので。 そういう中で、まあ、どれだけこうね、こっから上にいけるのかっていうところは、ねうん、なんか楽しみですね。そうですね。はい。で、えー、ゴール、プレーヤー、クロスタートありますけど、どううでしょうじゃあサウダーニャ選手は、僕、千葉行ってきたんですよ。あれ、千葉いたんですか僕もいたんですよ。えぇ、ー、<laughs> あれ <laughs> いましたよ、<れ>僕。もはい 僕だ、メインの、はい、僕、だからちょっと知り合いというか、はい、ジェフ・ジェフ・ピッチって言うんですかこうメインのほんとど真ん中でいや普通、いはい、下ですだからこうメディア何でしょうマ,マスコミの方が座る下ですあ下か、なるほどいや普通に座ってて、はい、すごい臨場感あってうわっ、近と思って。<laughs> サウダーネ選手の、そうすあのトーキックは。だから、シオン選手じゃないですか、金沢の。で、ニワ選手。ちょっと前ぐらいにあったじゃないですか、トーキックは。ありましたね、2、3節ぐらい前の。ありましたよね。ちょっと生で見ちゃったんで、なんか自分で全て完結したようなゴールだったじゃないですか。そうですね。で、やっぱり JA でね、やっぱ初ゴールっていう中で。 なんかすごくなんか僕としては興奮しちゃった,ゴールでた、ね、いや素晴らしい流れもそのシュートまでの過程みたいなドリブルのところもすごくなんか、はいはい、運べていい,いいリズムというかいや本当そこでねちょっとねやっぱり前半でけがしてしまったのは残念ですけど、はい、今後なんかすごく期待したくなっちゃうなっていうぐらいな、うんねはい、ゴールでしたねはいはい。はい いやちょっと千葉、千葉岡山の話はじゃあとでたっぷり試合の話は。けんさん、長崎から2人ということで、けんとくらさん、松田さんになって、こうやっぱいい守備というか、うん、なんかそういう中でやっぱチームとして、ダイレクトなプレーていうのがこう多くなってきてると思うんですよ。はい でそういう中でも攻守で存在感を増してましたし本当確実にこれから、まあ、ターゲットにもなれますし確実にこれからこうやっぱりこう起用されることが多くなるかな攻守で精神的なプレーっていうのを、うん、この北九,州北九州戦では出してくれたなと思いましたねシュートめちゃめちゃ積極的に狙ってましたね。前線からのこうチェイスとか、うん、本当こなんですかね 背中で引っ張るというか、そういう,こう気持ちも出してくれたんで、はい、あこう生まれ変わった長崎のこう前線の核として僕は楽しみです。はい。ケンさん。マイク熊選手は、はい、もうあのクロスというか、やっぱちあの時た確か中盤に上がったと思うんですよね。はいあ。で、そこからクロスから決勝ゴールを生んだという中で、まあ、後半、本当に特に。 本当前に行く推進力っていうのもありましたし、そこでやっぱマイクマ選手の良さっていうのを本当こう出してくれたと思いますので、ああまあ、ベストクロスタんに上げさせていただく前の選手のクロスも良かったですけどね。まあだけどやっぱり価値のある一点というところも含めて、すごく見事な、はいはい、そうですね、そういう中で、はいはい、マイクマ選手のクロスを、はいはい、選ばせていただきました。以上ですで じゃちょっと試合の話はまあ後ちょっとたっぷりでじゃちょっと私はいはいはいこんな感じですああわかるわかるじゃないさんがまずわかるってっていうところで言うとあの僕もわかるゴールゴールをサウダーニャ選手がけどカウス選手がえぐくなかったえぐかえぐかったえぐかったっすよえぐかったっすはいあの一フリドン しかも、はい、あの彼、右利きじゃないですか。はい、右利きで、あの角度で、めちゃめちゃ要求し,してたじゃないですか。はい、しちゃいましたね。で、あそこからやっぱ左で基本振るじゃないですか、角度的に。それこそ、徳田選手とか得意としてるぞーの変で。あそこから左で振って、あのコースですからね。まあそこあれですよね、サッカーで、うん、もう神ですよね。いやそうですね。神コースですよね。 はい、だったんか偶然とかでじゃ全然ないというか、あの辺で得意なところで要求してっていうところも含めて、ねうん、素晴らしいなっていう、はあ、2000連発なんで、これではい、そうですよね。うん、僕はだから本当にこう清水の U18 から、はい、まあ知ってる選手なんで、活躍ししてほいいなと思いますね清水ユース、プレミアム強いですからね、今。 で、えー、チームは興奮にしました、あのまあ、それこそさっきちょっと話しましたけど、結構いろんなチームが、まあ、連戦でちょっと体も若干重いなっていう、はい、まあいつもの埋設とかって比べると、ちょっと動き少なかったりする中で、うんうん、やっぱギアを入れてしっかり勝つっていうところ、うん、後半立ち上がりからまあ2点取るまでと全、インス水タイムの,の間の。 まあ20分ぐらいですかね、ちょっとあの辺はちょっともう正直無,無双状態ぐらいかなり勢いがあって、まあ、そこで勝負決めたっていうところで、まあ、90分のマネジメントみたいな部分も含めて、素晴らしいゲーム運びだったなっていう印象ですね。さすがアキラさんですよね。さすがアキラさんでございます。で、選手は武田選手なんですけど、わかるいや、彼は今すごいっすね、1> ここ1か月ぐらいというか、自信、うん、ぱ出だし 自信つけてますよね、確実に。いや、そうですね。まあ結構、タイプ的にはそれこそう府とかった時なんかもうちょっと司令塔タイプないですけど、っていう印象あったんですけど、やっぱめちゃめちゃ走りますね。はいだから本当にこう、京都色に染まってきてると思いますし、そうですね。だから1点目のね、ちょっとおしゃれなラストパスもね。 アシストもつきましたした素晴らしかったですからね。うん、まあ三型いもんってかなり面白かったんですけど、うん、まあちょっとそん中でも武田選手がすごく攻守で、際立ってましたよね。際立ってたなという印象ですね、はいはい。結構コメントでも武田選手を絶賛する声がやみませんけど、うんはい、それぐらいちょっと目立ってたなという印象すすねねししててまま、ね、だったと思います。はい、はい じゃあ、毎説振り返っていきましょうか。上から順というか、曜日順ていうか、土曜日試合だけだったんですけど、愛媛対琉球ですね。これ見た方もたくさんいらっしゃると思うんで、感想なんかもいただければと思いますけども、本当にゲームだけ中2日で厳しかった、コンディション的にね。 厳しですね。だと思いますけど、ね、本当、愛媛は悪くなかったと思うんですよ。うん。え、前半ワンチャンスで <laughs>、決める琉球もやっぱすごいなと。<laughs> まあそうですね。うん。本当、思いましたけどね。なんか明らかにやっぱ体が重そうな感じも、うん。琉球はありましたし、まあその中で後半ね、やっぱり藤本選手が、 まあセットプレーの流れから、まあ、追いついたっていう中で、なんかどっちが勝ってもというかね、うん、おかしくないぐらいな、なんかゲームだったかなっていうふうに思いますけどね。うん、そうですね、結果的に勝ち点1位ずつっていう同じ、ね、結果を得たわけですけど、はい、まあやっぱりちょっと琉球の選手、やっぱりちょっと。 移動もまあですかっていうところもあるし、うん、かつ水曜がナイトゲームだったんで、疲労回復度的には相当、ね、半、まあ、あでは正直あったと思うんですけど、はい、っていう中で、変えなかったじゃないですか、うん、樋口監督、メンバー、意外と。 そ愛媛は、遠山選手、ウイングにしてとか、前田選手、ボランチか、ねね、置いたりとか、まあ、結構、連戦っていうことをちょっと多少踏まえた選手起、うん、用、選手交代だったと思うんですけど、うん、まあ琉球は意外と変えなかったっていうところで、うん、なんだかんだあそこで1点先制しちゃうのが強さなんですけど、まあ、ちょっとそこら辺の采配の部分で、ちょっと琉球の選手も、まあ、良かったとは正直言えないかなっていう印象ですかね。<laughs> し監督もかん、ね、最後のインタビューで、うんはい、ちょっとそんなところ言ってましたもんね、うん、そうですねマネジメントっていうところでは。でもやっぱり、結果がついてるじゃないですか、そうですね、はい、やっぱりこう変えたくないという監督の、ね、思いもあると思いますし、うん、まあその中でやっぱり、この、ね、勝ち点1っていうのは、僕はね。 まあ、い,いいふうに考えてもいいかなと思いますけど、ね、そうですね、全然。はい、リュウ君にとっては上出来だったとは思います。うんうんはい、だから、藤本選手がね、はいまあ、愛媛はね、取ったっていう、まあ、これ僕見てて、解説が石橋さんだったんですよ。はい、で、点取る前に、愛媛の10番は、 活躍できないジンクスがあるって <laughs> <laughs> なかなかすごいこと言います、ね。なかなかすごいなと思って、<laughs> そんなこと言えないなと思ったんで、その後に、なんか聞こえてるかのごとくに、ね、ヘディング決めたんで、ね、なんかよかったとほっとしました、僕 <laughs>、まあみんな藤本筋頑張れって思ったんでしょうね。<laughs> いや、思いまに。だからやっぱり、ね、三好監督も後半の。 守谷、ね、選手入れて少し,少しシステム微調整したじゃないですか、うん、やっぱそこはなんか、そうですね、なで愛媛は本当に監督交代してからうまくいって、勝ち点こそそんなにめちゃめちゃ積み上げてるって感じは正直ないんですけど、ドローとか敗戦の中でも、すごく光の見える要素が多いのかなっていう印象ですね。うん だから本当にね、遠山選手も本当、フィットしてきてると思うので、はい、で前の選手なんてね、若くてね、いい選手がまあいますし、そういう中で本当に、ね、これからまあどこまで上に行けるかっていうところ、うん、非常に楽しみですし、そうで,す、ねうんまあ、でも琉球は、うん、ここでやっぱり、すごいなって改めて思いましたね。 守りきれる力というか、追いつかれましたけどね、そういうのがなんとかねやっぱ食い止めたっていうのは、やっぱ力がついてきてるんじゃないかなと思いましたそうですね。感想としては、そんな感じです。じゃあ、日曜日の試合いきましょう。秋田対岩田ですね。アディショナルタイムに岩田が追いつく。 試合でしたけども、まあ、秋田目線だとね、まあ、悔しい。いやあれだって感じですね。ドローだったんじゃないですか、うん、ね。相性のタイムでもありましたし、まあ、そうですね。うん、まあケンさんもちょっともう最後自分の責任ですみたいなことをおっしゃってましたけどまあやっぱりやっとさんかなと思いました <laughs> 僕もそうです、ね。この試合は正直 この人いるだけでこんな変わるんだっていう。ですよね。だら後半にほら序盤ぐらいでしたっけ秋田が決定機あったじゃないですか、はい、まあそこで決められずに、うん、やっぱりやっとさんが1人でやっぱりこうゲームをね、うん、こう変えてしまうそうコメントではありましたけど <laughs> なんかやっとさんがスローインって結構僕的には新鮮味があって。 おいだから本当に一人の力でこんなに変えちゃうんだなっていう、うん、そのぐらい存在は際立ってましたね。そうですね、はい、しかもまあ、ああいうね、中盤の選手で、ここまで、まあ、結構前半、それこそ秋田先生って撮ったシーンのように、はい、まあ秋田は結構押すシーンというか、まあ、むしろ岩田がそれを受けちゃったみたいな感じの中で、はい、やっぱり遠藤選手入ると、ちょっとか変わるというか。柄っていうかね。 そうですねうんやっぱそういう中で、やっぱり、まあ、追いついたのはね、まあ、岩田にとっては大きいですし、うん、あとは、ね、新外国人のファビアン選手が、はい、まあどのぐらいフィットしてくるか、そうですね、まあ、ルッキアン選手が絶好調なんで、<ー>彼を正直外すわけにはいかないと思うんで、この2人をどう使うかですよね、うまく。 まあ、チャンスもね、うん、ありましたけども最後ありましたよね、まあ、決めきれなかったですけどね、うん、はいねまあ岩田としてはまあ勝ち点1、まあ、あの正直ない判定性のスポーツだからまあ正直もう秋、ん、勝ちだと思うんですけど、はい、完璧だと思いますけどね、はいまあ、なんか愛媛にドローえー、っと秋にドローなんで、はい、まあ今の上の状況を考えると、まあ、ここを勝てなかったっていう 岩田目線でいうとそうですねはいまあいえばそうですね勝ちたかったゲームでもありますけどねうんそうですねはいどっちも勝ちたかったろうなまあまあそうですねはいはいまあ若狭選手はね去年から基本左サイドバックもやっててむしろ去年左サイドバックが多かったんですかねで江口選手入るボランチの形だったんであそこまでねやっぱ入り込めるっていうのはうん まあ僕としてはまあねサイドバックの選手がまあ嬉しい限りですし、うん、ねなおかつ点を取ってくれたっていうのははいまあすごくね本当嬉しい活躍だったんで、ね、はい、若選手ねはい、そうですねはい、はい、1対対一の結構ね一一が多いんですけどねじゃあちょっと次はいえー、はい、相模原来ました一応お隣対決そうですねということで、はい。 ダービー、ダービーですよね。ダービーした。はい、ダービー。はい。今回は相模原のギオンスタジアムで。はい。そう、そう、なんか、そこもありですよね。そうなんですよね。はい。ややこしい。ややこしいですけどね。はい。これもね、やっぱり、あの、平戸。ね、選手はね。あの、やっぱり右足は。ま素晴らしいものでね。うん。まあれはもう、川上選手はね、攻めることはできない。 そうですね。と思いますし僕的にはキーパーのアジェノール選手と組んで選手が、はい、まあスタメンで、まあ、起用されて、ね、ホームロ選手が退団しましたけど、まあ、アジェノール選手はね、まあ、セーブもありましたし、うんうん、でもやっぱりね境目らが、まあ、追いついてとていう中でねやっぱ平松選手の力強いね あ俺、ね、は本当にね、すごかったですし、清原選手がねあそこにいるっていうことも大事ですし、うんうん、そういう本当にこう、まあ、見応えはあったのかなっていうふうには思いますけどね。うん、そうですね僕、まあ、前も番組がなんかこの番組だったから、まあ、ブラジル人紹介みたいなの言ってますけど、アジェノール選手はあの僕の応援して、古見年生にいたことがあるんですよ。聞きました。 で、まあ、何回かゲーム見たことあったんですけど、なんか、あのみ、正直見た目的にちょっとボテてとしてて。<laughs> あ、そうですねあ。あんま俊敏そうな感じ、正直見えない。うん,う,んうん。いやけど、結構やっぱ、シュートストップのとこ、やっぱ、まあいい、よかったですよね。な反応とか。はい。ちょっと、そこはね、本当に、こう、うん、フィットすると。そうですね,でね。三浦選手もね。まあ、いるだけ。三浦選手も良かったですけど、そうですね。まあ、そこ、どう使うか。 まあ、良かったですし、あとあ、前もこれ言いましたけど、あの彼はあのブラジルにいた時のは、PK 決定ですよ。そこ見たいですね。あのホジエリオセニパターンで、今、有利選手いないんで、有利選手 PK 決ってましたけど、前まで。はい、これ、PK 獲得したら、これ、けんのかなみたいな。<laughs> それ <laughs> 分かんないですけどね、はい、チームとしても、まあ、情報は入ってますよね。うんまあ、あるじゃないですか。 そ,うかそこも楽しみなのじゃん。もしかしたら、なかなか最近 J リーグでもいないですから、ねまあ普通世界探してもそんなにいないですねいな。いないですよね。はい。そうか。うん。それを J2 で見れるってあれですね。そうですね。楽しみですね。PK 戦以外でね、なかなか蹴るっていうのは珍しいと思います、うん、そうですよね。はい。うん、まあちょっと、ホムロ選手ね、対談はかなり痛手ではあると思うんですけど、正直相模原って言っては。ああまあ、家庭のね。はい。 事情でもありますし、うん、まあ仕方ないというかね、うん、まあお子さんがあってのはやっぱ家族あってのはやっぱりサッカーとか職業というかね、であるので、まあ、まあ今いる選手でね、しっかりと本物選手のね、うんはい、分まで、そうですね、うん、取れればはいと思いますね、はい、はい、っていうなんかまあ平松選手やっぱ前線のまあこれからそれ特に有利選手いないんで、うん、ね。 格格になるというかそ,う、ねうん、そんな印象ですね。<た>町がどうどうですかね。ちょっと後半から結構メンバー変わ変えて、うんまあ、あの怪我とかもあったりして。そうですね。スカッツー選手がね。そうですね。怪我でね、はい、水本選手に変わったり。で、ほら佐野選手も今怪我してるじゃないですか。はい。はい。そういう中でね、うん、ポポさんが <laughs> どういうマネージメントするか。 ドゥドゥ選手、ちょっともうちょっと調整必要かなっここ数もう、まだかなっていう。あんなもんじゃないですよね、正直。はい。まだまだだと思います。という印象ですね。はい、これからですね。はい。じゃあ、続いて。はい。来ました。激アツ。激アツカードです。はい。えー、北関東ダービー。はい。でしたけども、えー、ドローン。はい。でしたが、非常に見応えのある。 これじゃあ、じゃこれミさん目線でまずお願いします。<笑><笑>まずどっから増えます？まずまず試合の話します。それともあの試合後の話します？じ <laughs> ゃまずまず試合の話しましょうか。しま,しうかまずはいはいはい、はい、栃木がこういうことをやってくるというか、栃木のスタイルでも J2 の中でもすごく認知されているし、はいはい、ここ最近ちょっと結果が出ていない中で。 あのー、まあすごく改めて栃木としても自分たちがどうやってるのかみたいなことをリポーターの方も伝えてましたけど、はい、まあそこで再認識してもう一回自分たちのサやるぞっていう中で、うん、水戸がそれをうまくいなしながら栃木の土俵でもすごく戦ってたっていう印象ですね。だからこうね相手がこう来るから、まあ、来るけど、うん、こう行くよっていう、うん、そういう,こう姿勢を出してくれた。 まあ、ゲームだったと思いますし、なんかありきたりですけど、両チームの意地っていうのが、本当にこうゲーム通して出てた、うん、熱々な北関東ダービービでしたねラスト10分、15分、かなり面白かったですねもう本当に、だって見てる方も、なんかすごく感動したというか、うん、もう最後の最後まで、中山選手なんて交代枠使っててしょうがなかったですけど。<laughs> 足つってまでやってしまうっていう、うんうん、そのぐらい本当にもう消耗戦でしたよいやそうですねはいまあそこからのですよはいそこからのいやまだまだボル,ボルテージは上がり続けてるというね試合が終わってもまだ上がっていたという話ですけど、はい、だから本当にねやっぱり執念の守備でね栃木も勝ち点1、うん やっぱ登録作やっぱり勝ち点ね取りましたし、はいうん、本当にそういう中で、うんまた秋葉監督のね表情がもう本当にマジでまあまあみんなそうなんでマジで人生かけて上ってるんですけど、うん、その熱量が二百五十パーぐらい伝わってくるインタビューでしてましたね。ダービーの重みを感じないっていうね。はい、そうですね。うん、あまあそのほら全 去年か、去年ここで03で負けたじゃないですか。最後やられましたね。はい。こう、コッパみじんにやられたじゃないですか。うん、ホームはそうでしたね。確か、かし、はあ、しましたね、はい、だからそういう、まあ、試合もあったので、うん、まあ秋葉監督は、やっぱりより、やっぱ気持ちというか、うん、そういうところをやっぱり出してほしかったっていうところもね、あったんじゃないですかね。うん、そうですね。うん。僕的、もまずいいですか やっぱ大崎選手がああそうですね左入って、はい、やってやぱこう左の攻撃活性化してやっぱファーストセカンドプレーぐらいであのオウンゴールに直結したじゃないですかそういう中で本当こう可能性を感じさせてくれた選手かなっていう、うんうん、感じはありましたけどねそうですね、うん、まあう まず秋葉監督のインタビューの感想としては、はい、多分、まあ、その選手の名前は挙がされなかったですけどおそ、うん、らく多分次というか次節以降も多分使われるんじゃないかなって思ってて、うん、あそこであの本当に本当にもうその選手を切るとかって判断だったとしたら,ら言わないと思うんですよね。 っていうところもう、まあ、ダービーとかこの結果というの相まって、多分いコメントしたと思うんですけど、まあ、確かにそれ、まあ、使ってるのは監督だから、監督のも正直、何パーセントかあるかと思うんですけど、はい、まあそういうことをやっぱ求め続ける人なんで、うん、まあここからあのその選手、誰か分かんないですけど、ホストかってことはおそらくしないのか、うん、むしろもう一回叩き直して、本当に試合に行くんだっていうところを、今、それこそねこのミッドウィークにすげえやってると思うんですよ。じゃあ言ってましたもんね、うん こう叩き直すってねそうですね、本当に J1 行きたいのかっていうね。うん、あるとこう、はい、まあ選手の名前出してなかったじゃないですか。全、うん、選手にこう対するメッセージだと思うんですよ。うん、そうですねやっぱこ,うこれじゃだめだよっていう、うん、ここからこうやっぱり何かしなければ、やっぱり J1 っていう道がまあこう開かれないっていうところで、うん、本当にこう全選手のチャンスはね。うん まあ出てない選手、この試合に出てない選手もやっぱチャンスはあると思うので、やっぱり次節の水戸戦は楽しみですね。そうですね、うんまあ、た,たまたまというか、まあ、この試合はその選手がちょっとフューチャー、まあ、誰か分からないです、うん、そういう、はい、人名指しみたいな、まあまあ、誰しもな,んかなる可能性があるというか、それぐらいの緊張感を持ってやっていこうよっていうメッセージなのかなっていう気はしましたけどね。 とやっぱう練習でねやっぱ刺激を受けてやっぱり練習も活性化すると思うのでまあでもそれにしても本当栃木もすごいなと思いましたね。まあそうですねもう一回ギア入った感は<ー>両チームともに感じたんでなんかねこう天候もねこうそういう,こう天候だったじゃないですか途中ですごい大雨降ってからのそ,そうですね<ー>はい。本当にこう、うんまあ れたた北関東ダビだっかなとそう見どころいっぱいでした。もう満載でしたね。はい。ということで、じゃあ、誰か分かんないです。分かんないし、僕は言うことではないので、わからないです。それぞれの判断に分かる。だから僕は、あの試合もう一回見ました。あの後、秋葉監督のインタビュー見て、もう一回見直しました。もう一回見てら面白かった。 最初の顔は怒ってましたもんね、そう本当に。だから、まだ弾は1か月見れるんで、気になる人は試合も含めて見たほうがいいぜす。フルでね、フルで見て、そこからの秋葉監督インタビューを。そこまで見てほしいと思いますね。じゃあ、次は、ニアミスしていたというジェブでしたけど。流せなかったな、俺。 いや4点取りまして、はい、ホーム初勝利、初連勝という結果になりましたね。僕、最初言っていいですかはい。なんかお互い、やっぱ守備意識が強いチームじゃないですか。はい、そうですね。こんなに点入んないだろうと思ってて。ああ、そうですねげ。ゲーム前です。ゲーム前ですけど、うんはい、こんなに点入んないかなって思ってたら、両チーム合わせて6ゴールって。 うん結構予想,予想外というか。あ本当ん予想外ではありましたね。うん,うん、うん、いや、まあ、ファジアーノは、開始20分、めちゃめちゃ良かったではいはい、よかったよかったす。だから流れ、あうん。うん、いいっすよ、ミシさん。あ、あの、あそこで結局点取れなかったことが、多分僕はすべてかなっていう印象です。まあ決定機もありましたしね。 ありましたねいや、はい、今季ここまででも結構もうトップクラスの内容だったんじゃないですかね。趣味のとこそうですねフューチャーされがちですけど、うんね、結構やっぱり攻撃の部分でもよさあるチームなんで一番良かった入りした中でやっぱりワンチャンスでねいやー空気感変わりましたねあのボールでー、うん、本当に僕も、ね、やっぱりこう黙って見てましたけど やっぱすげえな、49番、うん、と思って、はい、はあまあ、そのぐらい本当に存在感増してましたし、うんまあ、効率よく本当に、だからインスイタイム前後で相当動いたじゃないですか。前半の。そうです、だから、まあ、てサウダニア選手が決めてインスイタイムだったんで、はい、あのゴールまではマジで岡山が完璧な内容だったんです。本当そうですよね。はい だからそのあとにね、あのリオ選手が、うん、まあ取って、はい、またその後にに、ね、小田選手が、ね、PK 取って、まあね、船山選手があ、小田選手か、小田選手が取ったんですよね。小田選手が2点目で、3点目小田選手が取ったんですねそう,そ,うそ,うそうでしたね。だから本当に、あとほら後半から千葉がね少しこう、システム変えてきて。 そうですね、まあ、サウダーニャ選手のそれううこそ怪我っていうのがあって、ね、お月選手入れて、はい、アンカーに高林選手入れて、まあ、ドイツボランチからワンアンカーみたいな感じちょっとしてましたけど。後半は本当に盤石じゃなかったですか。いやー、これ、岡山、ボール持たされましたね。いや完全に外回りな感じで、結局ね、終盤に点取りましたけど、んなんかこれぞ、千葉 い、ね、いう感じの戦い方でしたよね、まあ、ユン監督がやっぱり一番、なんでしょうこの理想理想、ユン監督といえばこういうゲームみたいなはい、はい、感じかなと思いましたけどね。そうですね、だから69分に3枚返して、ね、またやっぱりこうフレッシュな選手入れて、まあ、守備のスイッチつけてっていう感じでね、うんうん、本当に、いや、だから、ね、ホーム初勝利じゃないですか。はい 俺、もしかして勝利のおっさんかなと思って。<laughs> 確かに。勝利のおっさんか、俺と思って。また俺行かなきゃだめかなと。<laughs> そのぐらいなんかいいゲームというか。まあまあまあ、千葉目線で言うと、これぞ千葉っていう、うん、ゲーム内容だったのかなと思いますけどね。そうですね。なんで、会見でやっぱりあのユン監督はその、 2>, 2点目、3点目の話、まあ、そこで取れて、まあ、ゲームをうまく運べたって話と、うん、まあ有馬監督は、あのいやここから行くぞっていう時はやっぱあの二点2失点目、同点を追,、うん、追いついた後のまの、あ、失点、すぐの失点と、やっぱここから行くぞっていうところの後半立ち上がりて、まあそこをちょっと悔やんでるようなコメント、うん、まあそこは後退症というか。まあそこ本当に言いたかったですよね、一番与えちゃいけないところで、うん、まあ失点してしまったっていうところ。 <と>うん、ちょっとまあいいですか、ちょっとまた脱線して、はい、僕のちょっと前ぐらいに親子二人の、まあ、ジェフ相撲がいて、はいで、お子さんが、まあ、僕、まあ、伊藤行俊選手、まあ、アントラーズから知ってるんで、まあ、その選手の T シャツを着てたんですよ。あいい、はいの、はい ありがとう来てくれてっていう感じで、お <laughs> ああかしま OB としては、う <laughs> しかったですねああ、本当に、ちょっとドキッとしちゃったぐらいな。<laughs> 僕の前はちなみにあれなんですよ、なんかね、船、はい、山選手の、なんかこう、なんだろうか、家族というか、親戚というか、こ<ー>んな方だったんじゃないかなっていう。 なんかあの終わった後鈴木選手とあのサウダーニャ選手が写真撮ってましたね、あのメインスタンド、まあご家族とかがいらっしゃる席だと思うんですけど、<ー>かそうかミ、はい、さんいたのか <laughs> いやーけど、ちょっとサウダーニャ選手はこれからにちょっと期待感を抱かせる、うんうん、ちょっとね怪我で途中退場しちゃったのは、うんね、途中交代しちゃったのちょっと残念でしたけど。期待,期待ですよね 彼はまだ若いですし、21歳。ああああなんか20歳は見えないですけどね。全然見えないです。<laughs> <laughs> 私やっぱ、周り使うのも上手だし、自分でこういう点も、ねうん、取れるっていうところで、なんか体がすごくなんだろう、しなやかで。うん、なんか無理きそうな感じですよね。んうん、そうですね。うん、ああだったので、うもうちょっと長くね、ぜひプレーをしたいなと思う選手です、うん、ら 来ましたけど、まあ、レンタルで、レンタル量も正直そんな高くない選手な、うんで。まあ、いいところを。目つけたなっていう、まあ、ここまでの、ね、まあ、三試合ですけど。そうですね。はい。これから、どのぐらいに、ね、フィットするか。そうですね。ゴリゴリストライカーではないかもしれないです、ね。やっぱり、ね、マリカス。ところで、船山選手とかとの。偏見も良さそうな、感じはしましたけどね。うん、ね、シャドウの二期選手とかね、そこらへが絡んでくるとね、うん。そうですね。はい。面白くなりそうですよね。うん、です。ね、まあ、はい。はい じゃあ続いて、い大関さんいましたよ。<laughs> はい、ええー、こうです。はい、来ました。お母さんありがとう。お母さんありがとう。やりましたね。三ペース。やりましたね。出ましたねつい。出ましたねついにあれてました。したね、はい。いやだから本当こう雰囲気を変えてくれるじゃないですか。あの方はやっぱり。そうっすね。はい。本当ピッチの以外で。うん でやっぱりそこで点、ね、取ってくれた、まあ、鳥海選手もね、はい、とだいぶおしゃれなね、うんうん、やっぱり2点目、泉澤選手と完全にね中を崩しましたし、やっぱりね、あのー、オープニングでミ,あのミッシーさん言ってましたけど、アキラさんの、ね、やっぱりマネージメントというかそういうところはなんか出してくれたかなと思いますけどね。 まあ、しっかり勝負をかけるところでかけて、うん、その後のゲーム運び、まあベルディがねかなりゴール前、最後、すまらしもありましたけど、うんまあ、やっぱり複数点取ってたんで、っていうところで、まあ、シャットアウトまあベルディもありですよね、怪我人が、まあ、いて、ほら、あと、レ、うん、アルトン・パライバ選手とか、はいね、マテウス選手、体調不良でね、メンバー外っていうのをこう言ってましたし。うん はい、まあそういう中で左サイドバックのね山口達也選手がそうですね、あ<は>山口選手よかったですよねガンバでしたよね、ガンバからですよね。そうです,、ねはい、ですよね、ただ本当、可能性はねすごく感じさせてくれたプレーをしてくれたので、うん、関口選手とのこのマッチアップは、まあ、前半はかなりおせおせで、うん、バチバチ感満載でしたね。そううですね、うん,ほんと だからあそこのねまたこれから言いますけど新潟、松本のあの2人に引きを取らないぐらいなマッチアップだったかなと思いますけどね。そうですねあの選手とあの選手のね。じゃあ次、話しましょう。だから本当に勝負どころでしっかり前半で2枚以外、それこそ前に通ってやる中で疲労とかをいろいろ考慮した中での三木谷選手と鳥海選手の。 投入でしたけども、<だ>あそこの二人が本当にハマりましたね。うん、だ長谷川選手もね、リラ選手も悪くなかったと思うので。いやそうなんですよね。ま、うん、あ,あ、だからこのやっぱ連戦でね、僕だからこの連戦でね、悪くないですね。よくあそこで決断したなと思って。うん。アキラさんがまあ特にあのウ、ー、ィリアン・リーラ選手まあ加入してまだ間もないですけど、はい、まあ結構フィットしてるかもあったし。うん,う,んう,んうん。 瀬川選手なんかはすごくね、ここ最近ゴールマシステム多かったんで、はいうん、まあすごく評価を高めてる選手だと思うんですけど、うん、そこでやっぱスパッと変えてっていうそうなつさみたいなところはそう垣間見えた選手でしたね。そうですね。うん、まあやっぱりそこでやっぱ監督との信頼感っていうのはすごくあるチームかなっていうのは、はあ、うん、つくづく感じましたね。そうですね。はい。さすがアキラさんでした。前なほん後半立ち上がりやインスリタイムは正直ベルディのあのサッカーはあれだけ無 無効,化無効化できるぐらいの攻めだったんで、2点目の流れなんか美しかったですし、完璧ででしたよねいやそうですねあんとすごく、はい、あのホーム3連勝ということで、5位に優上したっていう結果ですね。いいあれ迷ったんですよ、ミッシーさん。うんはい、ベストゴールあー。あの2点目。はい、鳥川選,選手にしようか、でも生で見ちゃったんで、僕、<laughs> サウダン選手にしました。はい はい、なので、じゃあ皆さん、ぜひこの試合、この試合もすごく面白いですけど、もうね、もうみんな知ってると思いますけど、<laughs> 三平さんも最後まで、はい。あれをスパッと切りましたもんね、はい、何も言わずに、そうです、ね、<laughs> あれはスパッとよく切れたら、なんか、なんか言ってあげればよかったのにと思って、はい、もう言えなかったんだろうな。<laughs> いやあれは 仕込んでてネタなのかどうか知らないですけど、試合前から分かんないですけど、さすすがでね三平さんもう様さでしたね。いや、そうですね。はい、本当につくづく結果も残して、はい、思いました。おかげで、いいサムネイルができました、最高でした。最高でした。お母さんありがとうはい。じゃあ、そのバチバチマッチアップがもう一個あったという、新潟対山川ですけども。ははいい いやーやっぱちょっと山川が,が気さくはい、はい、と言っていいですかもうね、あそこに当ててきて、あの選手を、の選手より一層バチバチ感あって、はい互角以上だったじゃないですか。いやー、そうですね。うんはい、で、ほら、やっぱアルベルト監督も、前半、スイタイムぐらいですよね、ちょっと配置がしたじゃないですか。はい おんさんを、でそこ、まあまた戻しましたけど、そうですね、そういう中で、少しやっぱりこう後手を感じたのかなっていう感じがね、こう見て感じましたけどね、まあ、<あ>配置が入れて、おん<っ>さんを多分生かすっていうところそれもあったと思うんですけど、やっぱちょっと谷口選手の良さもちょっと逆にいきなになっちゃったかなっていう印象ですね。うんうん、難しい面もあっ た中で,でまあ山川もね、まあ、クロスバーに当てたり、はい、まあそういうすねだから本当に、まあ、これも北関東と一緒で信、まあ、越ダービーということでやっぱりお互いのねやっぱり新潟の攻撃守備の松本っていうところで、まあ、意地がね本当にぶつかってたかなっていう。 まあ守備だけじゃなかったと思うので、まあ攻撃もそうですけ、ねはい、チャンスを作ってましたし、はいうん、そういう中で、ね、新潟は13戦目にしてね、初の無得点、うん、というところで、まあほら、大宮戦、僕いた中で、やっぱ背後シンプルに裏取られて、2点こう、ね、失点してたじゃないですか、はい、まあそういうところはやっぱりリスク管理をしっかりまあできていたと思うので、うん そういう中で0-0っていうところはねまあ勝てなかったですけどはい新潟目線でもネガティブじゃないんじゃないかなと思いましたそうですね新潟としてはよくまあもちろん勝ち方かったと思いますけどまあ今山がすごく調子いいですし連勝中だったんでまあ止めたし止められたしみたいなまあ両側面あると思いますけどまあ山がが この試合に関して言うと、まあ、やっぱりその対策をしっかり準備してきたっていうところがばち、まあ、たまったっていうところですね。そうですねだから本当に、はい、まあ琉球もそうですけど、まあ、これからね,、まあ、どのね、どのチームもそういう,こう対策を練ってくると思うので、そこでどういうふうにこう対策を裏返すような、ね、やっぱりこう、まあ、講師において、まあ、力が発揮できるかっていうところは。うん、うん 見どころでもありますねそうですね。だから、うんまあ、だから尾野選手はおもかったんですけど、まあ、下川選手はやっぱ、あそこできるっていうのが一つ、多分強みとしてあると思うんですよね。だったん、ね、そこもやっぱりスーバックね、まあ、普通考えたら下川選手と富山選手なんでしょうけど、うん、まあその辺をまを、あ、富山選手、右も左もできたりとかっていう、まあ、そういう選手たちの柔軟さみたいなところがあるからこそやっぱできると思うので。そうですね。とこういろんなこう、ねうん、ポジションできる。はい そこも本当にまあ柴田監督はね、まあ、こう知っててね、やっぱ起用したと思うので、うん、そこでやっぱり選手がしっかりとこう、まあ、発揮したっていうところはね、はいうん、やっぱりまあ次の試合にやっぱりつながると思うのですね。そうですね。はい。はいまあ、新潟はドローではありましたけど、まあ、依然として負けないというね、い<や>相変わらずの強さですね。本当にそうでででですすすねねね、はい、負けないです、ねはい強いです、ね、どこまで 継続するのかどこまでいくか。ですね、楽しみですけども。じゃあ続いて、レノファですね。レノファノファが、制限をすごく苦手としていたということなんですけども、初勝利ということで、しかもアウェーですからね。うんまあ、序盤ね、梅木選手が、まあ、取りましたけど、あれはやっぱ田中陸選手が、ねはい、あそこまですね、うん、よかったですよ、あそこまで来て。 こうね、入り込んできて、まあ、クロスにもこう直結しましたし、うん、これこう講師において本当存在感を増していたかなと思いますけどね高評価でございます、はい、なので、まあ、結構あの、レノファーはあのメンバーとかシステムとかをすごく今ちょ,ちょっと変えてたりとか梅木、はいまあ、選手もそうですした田中選手とか上垣選手とか、はい、ね河野選手いたりとか。うん なんかすごく若い選手が今なんだろう伸びてきているというか、うん、特に今佐藤健選手今ね今ちょっと負傷のリリース昨日か心配ード出てましたけど、はい、健介選手やっぱいなくなった中で、あぶダブルボランチ二人の働きぶりっていうのがね特に生命力だと思うので、はい、そこの二人の活躍が素晴らしかったですね。そうですねあの二人のこう、うん、なんかこう若手というかねあそこのボランチがと聞いてたんで、でこれから本当にこう成長して いけばなんかやっぱりこう愛媛と一緒で、まあ、レノハもこれからどこまでこう徐々にこう上向きになってきてると思うんですよ。うんあまあ、そういう中で若手も躍動してますし、はい、どういう,こう戦い方をしてくれるのかそこも楽しみですけどね。そうですね、うん、でちょっと杖源はあの結構序盤すごくいいスタートを切った中で。 ちょっとこの3試合ぐらいちょっと結果が出てないという状況でまあ,まあ選手はねちょっといろいろ入れ替えたりまあそんな大きくは変えないですけど、はい、まあ広井選手初先発とかっていうのはありましたけども、うん、まあそれがねちょっとやっぱり連敗が続いてますし、うん、まあその中のまあねコメントではありましたけどまあヤンツーさんのねインタビューだった は僕は思いたくないので、うん、うん、やっぱりいろんなことを上がった中で、確か初負けですよね、対山口。そうですね、レノファは11試別目ったかな、確か、中継で、まあ、まあそうですよね。はい、そんなこういろんなことがね、やっぱり、うんま、トレーニングで、まあ、できてることができてないのか。ううんうん まあとんあの確かに柳下監督が言うとおりあの、まあ、正直は分かんないことは多いとは思います。特にまあやっぱこういう環境下なんで練習、はい、なかなか見れなかったりとかっていうことももちろんあるでしょうし、はい、そもそも、まあ、僕たちもこうやってね試合のこととか話しますけど、うん、いやいやそうじゃないんだよっていうこともおそらく。うんうん その見てる側の人とか、まあ、サポーターの方もそうですし選手監督、うん、まあもし見てらっしゃったとしたら、はい、そうじゃねえんだよなって思う人は、まあ、正直いると思うんですけど、うん、まあサッカーって別にその正解はしょな,いないというかっていう、まあ、あくまで過程をも楽しみつつ、はい、まあ最終的に喜ぶのは結果の部分であると思うんですよね。だったんで、うんあのまあ、確かにあれを言われてしまうと、まあ、別にじゃあもうインタビューやらなくても良くなっちゃうしメディアとかもいらねえじゃんみたいな、うん、まあ極論ね。 なっちゃううと思うん,ですけどなんかやっぱその辺を発信していかないと特に今ね取材機会っていうのがすごく J リーグ、まあ、いつものような活動がやっぱできないっていうところでね選手とかあのメディアがどれだけ発信していけるかってすごく今大事な時期だと思ってるんですよ、まあ、特にやっぱこういう仕事をしてるので、まあ、すごく感じる部分はあります,うす、ねうん、だから本当にね西さんこうおっしゃいましたけど、ね、やっぱトレーニング見れない中で <laughs> ねこうね、ゲームしか見れないじゃないですか、うんね、僕たちも。トレーニングで何をしているのか、うん、どうゲームで落とし込んでいるかっていうところは、本当このゲーム、本当このディスゲームでしか、うんね、やっぱ見られないですから、そこでねやっぱりこうくまく、あ、言葉としてもうまく発信してほしいなという、うんうん、なんか見ててそこは思いましたけどね。うん、うん まあなんかでも監督インタビューってあの、まあ、正直、別にあの全然本当のこと言わなくていい,い,いというか別にそこであの別に戦術のことを明かす必要なんて正直一ミリもないと思うんですけどそれだけだとやっぱりなんだサッカーが大きくならないというか,、うん、なんかそういうところも含めてあのチームだったり J リーグだったりとかっていうサッカーだったりすると思うんで、うん、まあそういう発信とかっていうのもすごく重要な要素だと思うんですよ。個人的にままあ、そそううですね、うん、まあそれが本当こう それもこう監督の仕事だと思うんですよ、うんね、やっぱり監督さんがこうインタビューして、まあ、みんな聞けないじゃないですか聞きたいけど、はいうん、でそこでやっぱり監督さんとやっぱヒーローインタビューの方しかやっぱり、ね、メディアも、ね、こう対応できないので、うん、まあ難しい、ね、現状だとは思いますけどそこでこう何を発信してくれるのかっていうところもなんかやっぱり、まあ、一つこれからね うん、うん、なんか言葉にするの難しいですけど <laughs>、うん、そういうところの対応っていうところも、うんね、求められるかなっていうふうには思いますけどねはい、うん、今の140文字まとめて発信お願いしますちょっと無理だな <laughs> あのね140文字に結べたらねいやそうじゃねえみたいなのが多出てくるから <laughs> <laughs> まあねだってね全部こうねみんながやっぱりこうなんだろう100% 自分の答えが全部正解じゃないと思うので、うん、そうですね。だや、ら、した監督はあれが正解なんですよ、彼の中で。はいはい、だから、ね、サッカーもそうですけど、うん、まあう正解のね、こうやっぱり、正解みんながやっぱり正解と思わないというか、それぞれの考え方があっていいと思うんですけど、うんまあ、それがサッカーの良さだと思うので。うん、そうですね、うんうん、はい、はい え今の書き起こすじゃあ逆にあのあの <laughs> じゃあみ皆さんがこれ見てる人が「週刊 J2」でこういうこと言ってたよてツイートしてくださいあそこでこれ「週刊 J2」でこの人たちこういうこと言ってたよって言ってくださいだからちょっとごあの伝わるようにしてね <laughs> 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 なんか何切り取りすぎてなんか全然違うみたいな何だっさい、ね、はい <laughs> 難しい言葉難しい <laughs>、はい、言葉は難しいですけど難しいです、まあ 超日番組ななわけじゃないで今800人の方が見てくれてすごくありがたいんですけど、うん、やっぱそういうのも選手だったりメディアがあったりしてやっぱ楽しめるもんだとほ、うん、らこれやっぱり言わないとわからないじゃないですか、うんはい、発信しないと、うん、難しいですよ、はい、発信していろいろ賛否あると思いますけど、うんはい 自分の気持ちを発信しないと周りで本当に伝わらないと思うのでそこも本当大事だと思いますからねそれもやっぱり先ほど言いましたけどいいですよ、いいですよ、すみませんツイートは今のところを書き起こしてもいいんですけど何分ぐらいからこんなこと言ってたよって言ってください。そこですね できたらこのリンクを貼っすみませんみんなの力で週刊 J2 を盛り上げましょう週刊 J2 どころか J2J、まあ、リーグ、ね 2> 2はい、それこそ今週ですか創設創設そうですよ1529年目ですかねすになります、はい、J リーグもっともっとよくしていきましょうよそうですね、はい、J リーグ、はい、皆さんもメディアですから t w i t t イ r i n インスタグラムね なんで、やっぱり一人一人の発信っていうのはすごく今重要な時代だと思います。お願いします。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価していただけるとうねしい。さすが、細く。細く。じゃあ、試合の方もも戻りまして。が えー、勝ちました、まあ、琉球戦であの連勝はストップになりましたけども何でしょう、何でしょう京都さんが。だから本当に、まあ、前半は、ね、本当にうまくゲームコントロールしたと思うんですよ。はい、まあそこでやっぱ1点取って後半はね山形も押し返した中でやっぱ京都っても我慢強くやっぱ守備もうできるのも強みじゃないですか。 そうですね、うん、でそういう中で本当にまあ,ありきたりですけど、したたかにしっかり勝ちきったゲームだったかなっていうのと、やっぱキーパーの若原選手が、うん、ゲーム締めてくれたなっていう。うん、そうですね、若原選手。うんはい、前半、うん、前半ありましたよね。超決定機。<底>はい、決定機。手伸ばして取った。あれが本当ですね。 まあこう京都目線で言うと、あそこをねしのいでくれたっていうのが大きかったですし。うんうん、山形もな持ち直しただけに。そうですね。後半は特に山形が構成を強めたような感じですけど、ああなんか今、本当、サンガは7連勝の間とかも、琉、ま、球、あ、戦もそうですけど、まあ、それぞれやっぱりいいところをちゃんと見せて。 勝っているというね、点をすごく取った試合もあったしあの、守備ですごく奮闘した試合もあったしってい,いろんなバリエーションを持ってる、攻撃一辺倒とか守備一辺倒じゃなくて、すごくそこが距離一体で組織化されているチームだと思います攻守が、ね、一体になってますし、はい、それが本当に今、結果としてこう現れている、うん、本当にまあ一番今、本当にこう、何ですかね、脂にの乗り切ってるというか。うん うん、本当にこう上向きになってるなっていう気はしますけどね。そうはいう中で、まあね、ドローもあったし、ねあのーまあ、沖縄から結構ハードな試合があった次の試合はすごく難しいと思うんですけど、うんはい、しっかりホームで勝つというところが上2つ、ね、順位的にはまだ3位ではありますけども、うん、本当いよいよい <laughs> いよいよ来たなといういいよよよ来ましたよまあです、ね、琉球と1差かな、はいうん、になりましたから。 モンテモラ、クラモスキー監督がねいつ、まあ、合流するのかなっていう。そうですね、就労ビザの、まあ、まだちょっといつからとかっていうのが、ね、分かってないようなんですけど。本当、まあね、悪くない、ね、内容ではありましたし。っていう感じかな。はいはい、あの告知をさせていただくと。ね、おなんだろうあの さえっと、4月の月間 MVP、詩選手でしたけども、うん、先週、詩選手にちょっとインタビューさせていただきましたあら、はい、いいなこれね、正直、めちゃめちゃ面白かったです。あそうなんですか <laughs> 内容、かなり面白いと思います。すハードル上げるのもあれなんですけど、ちょっと上げたな、だいぶ上げたな。もちろんチームのこととか、詩選手自身のこと聞いたりしたんですけど、うん、ちょっとそのチームメートのこととかも。 それこそね、ちょっとねあの、バイス選手と川崎選手のこの LINE の話をちょっとして、うん、川崎選手とバイス選手、その辺の話とかは、川崎選手は例えるなら、ほにゃららほにゃららだよって言ってたんで、ちょっと待ってくださいね。盛りだくさんなんですね。ああ、そうですね、結構ね、あの本当、一問に対する回答がすごくいろんな、詩<ー>、まあ、選手、すごく発信してくださる方なので、うん、かなり面白かったインタビュー。 だったと思いま,すまあ今期の話4月メインにはい,いに聞いてますどこまで突っ走るのかっていうところでね荒木選手がこれ点荒木選手が点取ったっていうのも大きいですよねうんそうですね、うん、初起用ではい、はい、あれも完璧だったもんな荒木選手もな、うんね、そうですねはい、はい、ということでじゃあちょっと でも今週ぐらいにおそらく公開できるかなと思うのでんかまたツイートとかするんでちょっともしよかったらサッカーチ掲載されますのでここまで突っ走るかなはい、はい、見てほしいなというふうに思いますちなみに最後言っておくとあのいつも大体サッカーの話もちろん外科 MVP の先月高い選手にしましたけど、はい、あの大体サッカーの当たり前なんですけどサッカーのバイタのサッカーの話するんですけどあの僕最後にあの4月は まあ、宇多選手4月の MVP だったんで、うん、4月ってすごく環境が変わったりとかする人がやっぱ多い、はい、月、進学とか、うん、転職とか就職とかあるんで、なんか、宇豊選手、すごくいろんなあの国行ったり、いろんなクラブ適応してきた宇豊選手からの,あのメッセージくださいっていう示したんですよ。あら <laughs> そ、そんなメッセージがあるんですね。<laughs> こんなメッセージを、サッカー以外のところ、豊選手はやっぱ考え方が素晴らしい選手なので、<ー>ちょっとその辺も、ちょっとサッカー関係ないですけど、ちょっとその辺もぜひ。 読んでしいなって大人ますね大人ですね,ですね、はい、またお口します楽しみにしてようはいはい、はい、えー、じゃあえー、すっていてかえー、群馬大宮ですねドローでしたうんはいまたしてもまたしても勝ってなかったです、ね、これ大宮先制して このまま勝ちきってたら、僕の中のベストプレーは笠原選手だったんですよ。あもしかして、あの2度のビッグセーブですか。あれ、すごかったっ、ね、あれはね、うん、だって、一発目、はい、いやー、すごかったやすね、あのセーブは。うん、だか俺ああいうアクシデントで、はいこう、キーパーが入る、結構難しいと思うんですよ。しかも、今季ね、初出場ですよね、笠原選手は。うん で後半序盤じゃないですか。はい。まあそういうこう流れで、あれ、もう書きましたよ、僕、71分。はい。あれは本当、もうビッグビッグセーブでしたね。いやー、そうですね、うん。そこからのでしたもんね。そうですね。うん。うん、小野選手の。はい。だから。そうか、相模原戦でしたか。すいません。はい。だから なんですかね本当にこう流れの悪いチームってほら群馬も後半ほぼこう流れの中から形作れずに、うん、セットプレーでは結構、決定機作ってましたけどそのセットプレーでね殿下の宝刀が出てしまってあの右足が。 いやまあ大宮で何度あの形の得点見たことかみたいない<や>あのキックの <laughs> 形ですけど、あの曲がってくるっていう、インスイングのね、曲がってくるっていうのを。いやー、そうですね、まあそこはまあマークが、まあ、剥がれちゃっていたので、まあそこはちょっと笠原選手としてももう、あの距離だったんで、んあれを止めるっていうのは、多分正直ノーチャンス難しいですよかなとは思ったんですけど、たぶ<ー>、うん、ぐっと伸びてきてると思うんですよ。 そうですね風もちょっとありましたしね。あそこでね、田中選手がヘディングして、はい、また触ってるんですよね、あそうですね、うん。また,たちょっと距離的にという、ゴールライン。はい、まあ難しかったという中で、うん、なんか難しいかなっていう感じは、ね、結構、この試合もね、強風の中でのゲームで、やっぱり強風、風がやっぱ左右した。 ゲームだったかなっていう風にはもう、まあ、思いましたけどね。そうですね。<ー>うーんで、また、あ、ちょっと今大宮もちろんチーム状態としてまあ結果が出てないっていうのはあるんですけど、やっぱちょっと小野選手の奮闘ぶりがすごくて、あ、うん、まりゴールも素晴らしかったですし、うん、やっぱ彼は一番今気持ちがすごく入ってる。やっぱ本当大宮をね苦しい中でも引っ張っていくっていう姿勢を今ね数字でも表している選手だと思うんですけど。うん、見飽きてますしね。 そういう中で、ね、うベルギー戦もおしゃれな点取ってましたし、はい、この、ね、ミドルも素晴らしかったですしうん素晴らしい活躍だと思います、彼は。うん、だから本当にねこの、まあ、新潟戦もそうでしたけどやっぱり2一1あの時は2一1で逆転されましたけど1点取ってやっぱりもう,もう少しだったじゃないですか。そうなんですよねだから 大宮もここ8試合かなだから4分け4敗だったと思いますけど最後勝ってから、はい、あのその中でも,も,うも,うもう全然ダメとかっていう試合が正直全うん、うん、あんまりなくて、はい、本当なんか新潟戦もそうですし、まあ、町田戦なんかも本当ここ決めてるわみたいなのもあったし、うん、岩田とかもそうなんですけど、うん、やっぱ得点した後のしてしちゃうっていうところがなんなんですかね、まあ、やっぱりちょっとなかなか。 選手たちもそこを完全に理解しなできない部分もしかし,てあるかもしれないですけど分かってると思うんですよ、うん、岩田戦とかベルディ戦もそうだったじゃないですか分かりきってるけど、まあ、やられてしまうってやっぱりこう怖さというかそういうところはやっぱり1つこう出てしまってるんじゃないかなとは思いますけどね。 だったのでまあね、本当にアディショナルタイムで、はい、まあやられてしまったというね、うん、試合だったので。だから本当にきっ抗した、ねまあ、展開でもありましたし、はい、でそういう中で、これ、群馬もちょっとガタガタ来てた、来てるじゃないですか。まあ、群馬も正直、調子は良くないと思います。これで本当追いついたのは、まあ、大きかったと。 思いますし、うん、田中選手が三、ね、戦連発という。まあ、彼が今、やっぱり一番群馬で気を吐いている選手ですかね。うん、まあ前田、前だ青木選手はね、やっぱ怪我してしまってますし、うん、でそういう中で本当こう、奮起してるなっていうのは、まあ、すごく感じますあと、あれですよね、この試合結構、フルス対戦が多かったんですよね。ああ、そうですね、結構います、ね。結構ね、いた中での、うん、まあ、そういう、こう、 まあそういう,こう面白みもあったゲームではあったので、うん、大宮が。大宮勝ちたいですね。本当あと一歩って試合が多いだけになんか余計悔しいサポーターの方も多いと思いますけども。うん、だから、これまた、まずいつか話脱線して。これ、大宮、新潟、僕、解説して、で、2、1まで勝ってたじゃないですか。はい。で、解説してて、あれ 俺、俺、勝利のおっさんかと思ったんですよ。まあ、期待した、ま、僕も期待しましたよ。で、<う>ですよね。俺、来たかと思ったら、振り抜きましたよ。あの方は。<laughs> 振り抜い,ちゃいましたよ。結局、結局なんか、塩さん。すいません。<laughs> <局>塩さん。結局、そこ行っちゃってるな。<laughs> 大宮がこうガタガタこ、ここはこう行かないでほしいなと思いますけどね。そうですね。はいまあ、ただ、正直、群馬も。 最近ちょっと結果が出てなくて、やっぱりああサッカー、ビルドアップ型を去年、本当貫いてきてて、はい、去年の11月、12月なんか、本当素晴らしかったんですけど、はい、ちょっとそこがメンバー変わったりする中で、まだ今季、本当らしさみたいな試合が意外とまだ少ないのかなという印象あって。そうですね、まあ、あとはやっぱりこう、まあ、両翼というか、うんね、こう両サイドパック、ね、この試合、吉永選手がね、 でジャスティン選手が、まあ、出ましたけど、まあ、そこでどれだけ、ね、両サイドバックがこう出ていけるかっていうところもね一つ、鍵をもっと握るかなと思いますけどねだから三永選手、まあ、左本職というか選手もいますしあとは、うん、あの天笠選手、彼はい、2> 西2年前、3年前ですか、青森山田ででそうです,そうですボランチで。ですよね。はい 大学ねまあ、中退というか、はい、でまあプロ入ったね、去年、うん。ま予、あ、約出ましたけど。ああこの二人が入ってきて、な活性化しましたし。そうですね。うん、ああそんな印象はあります。ちょっとまた話脱線していいですか。はい。こう天笠選手と。田中選手ってちょっと雰囲気似てないですか。雰囲気。ああ、まあ、なん、なんとなくちょっとイメージとしては。なんか、なんか雰囲気似てなと、髪の、髪の色でね。<laughs> つければいいと思うんですけど。<laughs> ああでもやっぱり殿下の宝刀すごいなと思いましたね。まあそうですね。あの風をね、あの風を味方にしてるって、結構あそこすごいじゃないですか。うん、赤,城赤城山の風が吹き荒らし。うん、あれを味方にするってすごい。自然も味方にするって。 元気さんすごいなと思いました。あのコースでね、それがストーンの選手ってゴールキーパーが、まあ言ったら手をこうやってで一番上でしかも笠原選手って,こだって2メートルぐらいあるんですよ。はあ、そこやっぱ超えてあそこピンポイントでっていう、ゴール前のスイン,ングの。だって手も長いですからね、いや、そうですよね、はあ、うんあそこ超え、山2つ超えての、本当ですよ、ピンポイントで、はい、素晴らしかったす、ね、すごすぎましす、キックは。はい、はい まあ群馬大前選手のゴールをね待ってる人も多いと思います。そそうだそうだだありましたね、後半ね。あ,ありましたね、決定機。ポストスポスト、はい、ありましたね。決めてくれるはずです、元気さ。じゃあ最後に。試合最後です。長崎、ようやくクリーンシートというね。はいいや、本当に。 もうおめでとうございますというか、新体制一発目でしたか。ちょっとこう、松田体制で、やっぱ守備っていうところは、うーん、やっぱりこう、力入れてるなっていう、気はこう、まだまだと、やっぱり失点続いてたじゃないですか。うん、そうですね。そういう中で、いい守備からいい攻撃っていう,こう流れはね、うん、やっぱ長崎としては、 まあその前半ちょっとまだ守備のんでしょうはめ方というか、はい、まあ4四にっていうのは一つ人基本陣形としてある中でちょっとまだなんか迷いが感じられたような気がしたんですけど、うんはい、もうちょっと後半は若干重心っていうか取りどころみたいなところをちょっと低くしたような印象ですけどねむやみにいかない的な。ぎちないといとうか ちょっとまだとまだまだこれからかな特に前半は、ね、北九州も、うん、序盤はねボールも、まあ、持てた中で、まあ、少しずつそういう,こう守備が、まあ、浸透し,、ね、こうしてきてやっぱり後半ねやっぱああやってこう決勝ゴールが生まれたっていうところではありましたよね。はいだから北九州も、まあ、あの 基本的にポジションができるチームで、栃木戦、ね、いい形で勝ってとっていう、うん、試合もあって、まあ、最後ちょっとね、結構無理してっていうか、まあ、勝ち点を狙いにいった結果、ひっくり返されたっていう感じでしたね、うん、決勝点というか、最後は。そうですね、だから本当に、まあ、どっちが勝ってもおかしくなかったと思いますし、うんね、大吾さんはまた際立ってましたし。そうですねね、うん、だからやっぱり伊沢選手も、ね 長屋し蹴れるし、はい、ボール蹴れますし、伊沢選手のやっぱ存在っていうのも大きかったかなと思うので、うん、ちょっと中盤変えてましたね、うん、メンバーそういう中でね、やっぱまあ悲観、まあ、負けはしましたけど、まあ、この紙一重だったと思うので。うん、北九州は、 開幕戦から内容はいいって話を正直何回もしちゃってるんですけどただやっぱ結果が欲しいっすね。うんだ13節なんでまあ、ね。昨シーズンだったら、ね、降格ないっていうことでいろいろ我慢できると思いますけどやっぱ4つ落ちるっていうねそうですねうんまあそういうところも今シーズンあるので新次、まあ、さんがね うん、まあ経験ある監督さんなんで、まあ、どこまで、だこの理想ある中で、まあ、現実も、ね、あって、まあ、どこまでこの子チームからを引っ張っていくのかっていうところだと思うんですよね、うん、そうですね、あとちょっとどうしてもシュートやっぱ少なかったと思うので、この試合からシュ一1本ですもんね。ですかね、公式記録1本でしたから。そうですよね まあそういう中でもやっぱりこう、まあね、に長崎がやっぱ局面の攻防っていうところは本当こう激しく行ってたと思いますし、うん、やっぱりよりやっぱ守備の意識っていうのは高くなってるなっていう、うん、気はしましたけどね。だその辺はすごく垣間見えたシーンはあったのかなっていう、うん、まあ結果にも最終的には結びついたんで。はい、そうですね、まあ、どこまでこう立て直すか、まあ、両チームとも言えることですけどね。 うん、そうですね<ー>、はい、ウェリントン・ハット選手は、あの松田監督の布陣で出るなら、おそらくサード選手のポジションだと思うんですけど、あ<ー>まあやっぱ J リーグ挑戦1年目で、かつあの、すごく守備の部分はやっぱ、まあ、ある程度求められると思うので、最初は、まあ、ジョーカー的な使い方とか、彼はまあドリブルが比較的持ち味の選手なので、うん、まあ攻撃的な選手なんで。 っていう使われ方に最初はなるんじゃないですかね、予想。あと薬味師さんね、はいはい、ボランチ2人が 2> <あ>無双<想>だったじゃないですか。加藤選手、やっぱりああいう守備的な、はい、ああいうあのスタイルにやっぱ体現できる選手ですね。じゃこれから松澤監督が、うんね、あそこを、ね、加藤選手でいくのか。選選手海選手海、はい どういう組み合わせにするのか、ね。そうですね、ちょっとそこ気になりますね。うん、そこも相当気にはなりますよね。じゃあ、アトレチコ・コミネイローがルアン選手に行った時はどういうサッカーかっていうのは、<laughs> あのー、じゃトヒントを出します。ヒント出すと、ヒン,ヒントは、その時の監督はレヴィー・クルピですっていうのが、ジェリーグファンへのヒントです。はい、クルピさんか。<laughs> そうなんですよ。クルピさんなんですね。 ベイビー監督がやりたいサッカーはあれでしょっていうね、そ,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  <laughs> そういうことです。そういうことなんですね、はい。させてください。はい。まあ、長崎、ちょっとまだまだまだこれからだと思うんで。まあ、そうですね、まだこう半信半疑というかね。そうですね。うん、チームまだ成熟、これからしていくかと思いますけどここ。これからですね。まあ、まずはウィジネカったっていうところですね。はい、はい。じゃあ、順位表を見ますか。見ましょう。はい どんこんな感じです。えー、冒頭でも冒頭でか三月のところで話したかなこれで琉球と1ポイント差、新潟とは4ポイント差まで来てます。きましたね。じわじわと来てますね。本当に。来てますね。はい。本当だ。もう一つか。うん。新潟と4。はい。ということですね。になりましたね。なので、ちょっと1 0ロ。 まあゼルビア、まあこの辺とかもね20代のチームはありますけどちょっと上がまた話に来てるかなという印象ですね,ですね上3つがちょっとこう離れてはいますが下を見ると、はい、大,大,大混戦いや今節でだいぶ勝ち点が並んだりっていう。 だから見事なまでなこの17から14ぐらいですよね,すよねいや <laughs> 本当にだからプエゲンから大宮までだまだ77しかないですからねうんいやこれはまだまだはいまだまだ全然動くでしょうだから本当1試合で順位が入れ替わるっていうチームがめちゃめちゃ多いっていうかうすごですから だって、あれ、ミッシーさん、いつでしたっけ山がが最下位だったのって。あ,<ー>あれよ。そうですね。だから、2、3週間ぐらい前ですか。ですよね。あれよ、あれよという間に、もう11位ですからね、今。そうなんですよね。3連勝,だから連勝で。うはい、そうですよね。そうか。OK、これはまだまだわからない。まだまだわからないです。うん、まだまだ。だ栃木もあれですよね。 ちょっとほら、ま、負け、ん勝ててない現状じゃないですか。はい、勝ててはないですね。そう勝ててはないので、はい。だからいつ勝ち点差をね、そうですね。やっぱりこう、一つ欲しいと思いますからね。うん。これはまだまだ、分からないな、これは。はい、この勝ち点差は。 中盤はもちろんなんですけど、やっぱちょっと上3つが結局ど、1差ぐらいになると、もういよいよかっていう,、ね、う話になってくるんで、でね、上3つがまあどこまで勝ち進むのか、うん、まあ逆にね1個負けたりした時にどうなるのか、そうですね。うっすね特にこう負けてない新潟がね。そうですねこう1つ負けた時に。 どういうふうになるか。うん。まあず負けないかもしれないですけどね。はい。はい。こいや次が新潟は新潟は次はあ、じゃ次節だ。次節の話しましょうかはい、町田か、はいじゃあ。町田線ですね。これも暑いな。アウェイですけど。暑いな、これも。 これあれですね。テセサンダービーですね。ですね。<laughs> ですねはい。テセサンダービー。まあそんなダービーいっぱいあるんだろうな。<laughs> そんなダービーいっぱいあるんだろうな。これはあとどうだまあ琉球、栃木か。はい、土日結構分散して分散してますね。J1 も結構分散だった気がしましたけど。だから沖縄の暑さで。 あの暑さに対し栃木のあのね、プレスがはいゲームとしてできるか、はいそこも楽しみですね。で、サンガはサンガは水戸。水戸はい水戸ですよ。これはもう、全選手が今、ピリッとしますからね、絶対。これはみんな、日をもう一度引き締めて。 シュートだなと思いますけど。集中度増してると思います。そうですね。確実に。はい、確実に増してます。山形愛媛が愛媛も。愛媛もね。上では。上ですけど。うん。ジュビロ群馬。勝ち点が。どうなんだ、ね、これそうか、大宮岡山で。 群馬が、あれ、群馬どこでしたっけ岩坂か。群馬、そうですね、中部ですね。ベルディ、北九州か。もうちょっとね、ずるずる。はい。行きたくない。行きたくない両チームですからね。はい。ここは。で、あと、やっぱ僕、注目、やっぱ長崎って千葉なんですよ。千葉がすごい良かったてで,で、初連勝なんで。 こ,こはやっぱ勝てるか3連勝いけるかどうかでジェフやっぱ9位まで来てるんで1桁まで来てるんで,そうです、ね、こうなるとまた一気にググッともう少し上っていうのはね狙えるポジション2番に今来てるんで,で、ね、僕は僕的には町田新潟かな,なか、ま、そうですねなんか町田がちょなんか止めそうな止めそうな気配をあそうか鈴木浩二さんダービーでもあるんだ いろいろあるない、ま。今、全部探し始めたらマジで。キリがない、キリがないですよね。キリがないですよね。<laughs> はい、今言ってそうだ、キリがないなと思って。あ、その琉球はんだあったさん、バスケの実況なんだ沖縄アリーナね<あ>バスケも、はい、B リーグはもう終盤戦ですから、はいか。これからまた、そうですね。また熱くなって、また J2 も熱くなりますね、これ。です、ね、さらに、にから。さらに ぼぼちぼち、ね、ナイトゲームとかっていうのもね、増えてくる季節になりましたので。だって愛媛もこの間、18時でしたもんね。そうですね。はい、愛媛、琉球。そうだよな。まあでも、琉球、だから僕、田中圭太選手の YouTube 見て、だから沖縄から愛媛、直行便がなくて、はいはあ、福岡回ってっていう。 まあそういう,こう過酷な。うん、まあ、隆起はね、うん、どこにやるにしても。遠征、うん、だったので,ですからね。はい、これは疲れるなと思いましたね。で、あとちょっとねあの、甲府なんですけど、まあ、今年は秋田で、次が、で、水戸、京都、新潟、岩田って続くんですよ。水戸、京都、水戸、京都と、新潟、で、岩田なんですよ。激アツですね。 これ、ね、この辺結構激圧連戦が多いで、うんうん、こっから本当にトップツーに食い込んでいけるかっていう結構勝負どころになる、かはい、勝負どころですね。はい、そうだそうだ。うん、そうだよね。勝手て二十二。うんはい。勢いを止めないためにも健さんの秋田はい勝ちたいと、はい。そうですね。はい。そうですよね。はい 結構やっぱり1巡目、本当どこも苦戦してる印象はある。2巡目ですよね。うん。そうですね。はい。これだろうな。という感じになってます。15日か。15日い。だから本当、ゴール、だからあれですね、J リーグの日に。そうですね。試合が、まあ、同日と。あるということになりますね。楽しみだな、これからも。楽しみですね。はい、本当に。 いやミーさん、いたのか。ふくわりねはい。すはい、気づかなかったな。<laughs> 上にいた、はい、僕、下にいました。はい。<laughs> あ、すみませんあの。時間変わってたんですかね。ごめんなさい。ちょっとそこ反映できなかったです。すみません。今日昨日かうかなあのま。まん延防止でちょっとね、ちょこちょこ時間が変わってたりとかするんですけど、うん、すみません。はい。18時ね。次、ミーさん、どこ行くのっていうコメントが。 あえー、とちょっと週末はちょっとすみません、J1 見に行きます。J1 <っ>、はい、ですか。ちょっとね、湘南見たくて。あれ、湘南次どこでしたっけ横浜シートなんですけど、あー、田中ダービー,、まあ、ー,ビーで、まあ、ちょっと今、湘南すごく見てておも面白くて、結構よく見てるんですけど、ちょっと一回今見ときたいなっていうチームなんで、J2 は結構関東があんまりないんで、いける試合がないので、ちょっと横浜シート。 見ていきます。それあ,れあ、日発ですよね。あ、日発ですね。日発っすよね。はい、日発。はい。日発の雰囲気も好きだな。そうなんですよ。僕のフルス本当に今負けてないんで。いや勝ないっすよね。この間ね大分にもニゼロで勝ってましたし。はい、あ,あ。じゃタ選手すごくないですか。入るでしょうミッシーさん。オリンピックは入りますよねこれ入。入んなきゃ入んないけダメでしょう。<laughs> いやそうですね。いやそれぐらいも今パフォーマンス。 いや、そのぐらいビッグセーブ、どの試合でも2、2> うん、2 3回ぐらいありますよ、ね、ちょっとすごいっすね、うん、彼は今。いや、本当に。今、一番見ておくべき選手だと思います、J1 で。一番だから本当、ね僕は入っても全然おかしくないっていう。いや、本当だ。ああ今大会ね、大迫選手あのキ、キーパー大迫選手と、ま <laughs> あ、はい、まあ、まあ、彼が、まあ、順当にいけばなるとは、ね、ここまで見てると思うんですけど。 ちょっと今のパフォーマンスすごいですね。すいいキーパー、たくさんいるんですよ。はい、いや、そうっすね。本当に、はいね。若原選手もそうですけど。いや、そうですよね。あ若くて、本当にいい選手ばっかりなんで、はいうん、誰が入ってもね、まあそうですね力は落ちないと思うので、誰が入るかな。ですね。はい、本当に。 あの<あ>ドキドキしてた人いっぱいいると思いますけど、そうだそう、そうだ、よかった。来年、それこそ上がればイニエスタ選手、あと2年いますから、J リーグに。<laughs> そうですよね、そうあと2年以内に対戦できる可能性、J2 クラブやっぱありますから。はい、そうですよ。よかった、でも、延長してくれて。いやー、しかも2年ってすね、単年じゃなくて2年ですからね、ドキドキでしたよ。いやー、そうですね、うん、本当にこれは、退団とか、引退とか、ね、うん、まっ、あ、も35、 ちょうど今日誕生日でしたけども。うん、そうかそうかそうか。そうかそうか37歳ですから。だから本当にこれからね、ヴ、ま、ィ、あ、ッセルもそうですけど、なんか日本のね、サッカーのために力になってほしいなと。うん、そうですね。思います。たよね。いや、イニエスタ選手がまだ見れるっていうね。うん、やっぱりこれはもう別にもうカテゴリーとかも本当関係なくて、はい、本当一回はやっぱり た方がいいいいいと思いますっていうこ,のこの間負けたとはいえ、うん、あの見ましたスルーパス。すごかったですね、あのスルーパス。しびれましたよ、僕。いやまあ、けが明けですけど、彼は。いやっ、すごいですね。やっぱすごいなっていういうに、はい、思いましたけどね。はい、ですね。はいイエスト選手がまだね、いるという幸せをね、ねやっぱジェリーグ、まあ J1、J2、J3 もうカテゴリー関係なくです。よ。はい、もうこれは。はいいや、本当そうですね。 うん、間違いなく、はいはい、そういう中で、ね、J リーグを盛り上げて、そうですね、私たちは特に J2 を盛り上げていきましょう。僕あの、YouTube で J1 の話も、もう最近はしないんですけど、あのインスタライブで、ね、あの告知になります、金曜の20時からあのインスタライブやってるんですけど、うんまあ、そこは基本 J1 の話をしてるんで、あの僕も J2 も,もちろん見るんですけどし、J3 も見てるんですけど、J1 もね、おもいですから。 まあちょっと優勝争いはね、あの若干決まった感がね <laughs>、感じてしまうなりましたけど。ミシさん、そこいいでしょ、もう。はい、まあ、もうそう、まあね、はい。ェ、うん、リーグは面白いということです。そうです。はい。そういうことでよろしくお願いします。ツ、は、2、い、はより一層楽しみですから。はい、でもなあの、あの親子な、はい、伊藤選手親子。そうなんですよ。<laughs> これ見ててくれてねえかなと思って。<laughs> 見てないだろうな、じゃあ、もしいたらコメント、もしいたらコメント、そうですね、もう本当嬉しかったんで、そのぐらい、ドキドキしちゃいました。はい、すみません。はい、アンスィ新潟来るかもしれないですからね。やけど、今日三木谷さんがやっぱ言ってて、思ったのが、イニエスタ選手が来たことによって、若い選手もって、リンコン選手のことだと思うんですよ。はい 言ってはなかったですけど、まあだけどそういう効果があるっていうのは、うんうん、ビーセルコメ入るだけじゃなくて対戦したいとかっていう気持ちでやっぱ来る選手もやっぱいると思うんで。で、はい、間違いない。なんかね J リーグも韓国籍戦韓国ブラジルってやっぱ多いですけど、はい、ねやっぱりニュース選手にねそういう選手が増えてきてます、ね。だってそれも面白いですね。<う>うん、J リーグ J リーグ初期ははいそういう選手たちばかりでしたからね。あ<ー>まあ、そうですよね。もうすごい選手ばかりでしたから。 あまあ、そういう中で、まあ、僕もね、若い頃は、やっぱりあの偉大な方と一緒にやりたいという、はい、まそういう思いがあって、うんあの、あのチームに行ったっていう、<laughs> まあまあ、そういう,こう経緯もあるので、そうやって若い選手はやっぱりこうね成長してますから、そういう中でもっとね、やっぱりこういい選手というか、ね、もっともっと、まあ、今難しいですけどね、はい、来てほしいなと。 そうですね。はい。はい。夏のね、マーケット、まだあれは四月ですけど、まあもうカテゴリー関係ないですから、最近特に。そうですね。はい。J2 から行ってしまうこともあるかもしれないですからね。まあ可能性としてあるでしょうね。うん。毎年そうですからね。はい。毎年あることで。はい。まあそれもね、まあこちらとしては楽しみでありますけど、まあサポーターはね、はい。 悲しいと思いますけどね。うん。はい。ということで、じゃあ、はい。すみません。ね、無事、無事90分ということで。<laughs> はい。すみません。語っちゃいました。はい。ナルさん、なんか週,週末はとか、ジェリーグはねないですか ?J リープレ,プレミアですかえー、っと、そうか、プレミアですね。あ、はい、はい。プレミアでプレミア、もうちょっとね、日程とか今、いろいろ大変ですけど。そうなんです、こう、中止とかが。 あるので、J リーグもこれで久方ぶりだったんで、全然僕、いただけてないので、そういう寂しさもありますが、でもこれで、この週刊 J2 で僕は、その思いを美味さんぶつけてますんで、なるほどこれからもよろしくお願いします。じゃあ、ナイスさん、また25日に週刊後になります。ということで、ぜひ最後に。 高評価、チャンネル登録、ハッシュタグ、週刊 J2 ツイート、勘は間違えないでねっていうことで、よろしくお願いします。相手じゃなくてね、召喚、勇勘の勘でお願いします。お願いします。はい、そうですよ。で、えー、明日以降は海外サッカー中心に動画出てまいりますので、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。では、1時間半ありがとうございました。皆さん、また。またはい、また週刊 J2 来週の火曜日です。はい、では、ありがとうございました。 さようなら。